チェンマイのカオソーイラオス風のカオソーイナームナー。カオソーイはチェンマイをはじめとするタイ北部とルアンパバーンをはじめとするラオス北部で広く食べられている麺料理である。はじめミアンマーからラオス北部に伝わり、その後ラオス北部からタイ北部に広がった。カオソーイには2つのタイプがあり、ラオスではスープに幅広のライスヌードルを入れ、ドナオと呼ばれる大豆から作られるタイの納豆、 と言われる大豆の発酵食と、豚ひき肉、唐辛子、ニンニク、トマト、エシャロットを混ぜ合わせて炒めたものと、ケップムーと呼ばれる揚げた豚皮、豆苗、ケギのみじん切り、コリアンダーのみじん切りをトッピングする。ラオス風のカオソーイは、タイのチェンマイでは、カオソーイメーサーイ、チエンラーイでは、カオソーイナームナー、または、クイティアオナームナーと呼ばれる。タイ風のカオソーイは、 ココナッツミルクを加えたカレースープに揚げた卵麺を入れ、ナムプリックパオと呼ばれる唐辛子と干しエビなどのペーストと酢漬けのキャベツ、エシャロット、ライム汁、肉がトッピングされる。カレーソースはゲーンマッサマンに似ていて、それよりも薄いがマッサマンを使用するレシピもある。北部ラオス人は特別な方法でこの料理を作るが、ラオスのレストランでは様々なバリエーションが見られる。 タイでは、屋台料理として、一般的だが、海外のタイ料理レストランではあまり見られない。タイのカオソウイは、中国系イスラム教徒の食文化の影響を受けているため、伝統的にこの料理は豚肉よりも、牛肉や鶏肉と共に提供される。ミャンマーのシャンシューの料理カウスエーやオンのカウスエーは、小麦粉の卵麺を用いる点とココナッツミルクベースの、 スープをかけて強するという点が大のカオソイと共通している。ありがとうございます。